今回はパタゴニア好きの僕が4月はこういったものを着ていこうかなっていうところの戦術についてお話しする動画になります。4月は大好きです。こんにちは、オテシエです。ご視聴どうもありがとうございます。3月はまだまだ冬を引きずっていて、朝晩が寒かったり、日中でも結構寒い日があるんですけれども、4月になるにつれてぐぐぐぐぐっと暖かい日が増えて非常に過ごしやすいですよね。なので春って聞くと、まあ、4月っていうのが一番連想できるかと思います。僕もね、1年の中で一番好きな季節、失礼しました、花粉を除いてはすごい大好きな季節です。3月は一番寒いところから明けたっていうところになるので、今まではダウンジャケットとかに頼っていたのを徐々にその2番手の暖かさのコートにその座を奪っていかないと、これらの着る機会がなくなっちゃいますよねっていうのがテーマだったかと思います。一気に気温が変わるわけではないんですけれども、少しずつ春らしい装いっていうのも心がけていきたいですね。具体的にはイスマスパーカーであったりレトロ X、 こういったものを積極的に着ていきたいですねっていうところは、まあ4月に入ってもそこまで大きくは変わらないのかなとは思います。ただ同じように着ているとかなり暑い日っていうところが出てきてしまうので、こういった2番手のものを着るときは内側に着るのは、まあロンティーだったりとか、暑い日だったりすると T シャツとかでいいんじゃないのかなと思います。まあ着る枚数がね少ない方が快適ですごいいいんですけれども、脱いだ時に一気に涼しくなってしまうっていうところと、汗をかいてしまった時にアウターの方にも汗が移ってしまうっていうところがありますので、定期的に洗濯するところも心がけていきたいですね。これを着て、まあ、どこに出かけるのかっていうところとか、出かけた先が暖かいのか寒いのかっていうところもよく考えて着ていきたいなっていうところが2番手の活用方。まあ快適に過ごすっていうところを考えると、まあ、上に着るものはこうジャケットでもいいんですけれども、こういったベストなんてのも非常にいいですね。まあ、これは見た目的にも結構すっきりしているので、あんまりあの人厚着しているっていう感じも出ないので、僕みたいな寒がりにもぴったりなアイテムだし、畳んでしまう時もコンパクトに収納することができるので、この袖がないっていうのは非常に大きなメリットですね。で、素材も、まあ、こういうダウンとかだと結構暖かいですし、そこまででもない時はこういうフリースでできているものとかも取り揃えておくと、ウェアリングの幅が広がりますね。まあ、そして一番着用する機会が多いなって思うのは、いわゆる中間着、まあ、真ん中に着るフリースですね。この厚手なフリース、そして前開きなもの、これが一番活用できるのかなと思っております。まあ、具体的なところで言うと、この間ご紹介したウーリエステルであったりとか、このシンチラの前開きのフーディーだったりとか、こういう厚めで前開きなものは非常にいいですね。まあ、この今着ているようなシンチラスナップティーのものでもいいんですけれども、暑いなっていう時に開けれる幅が胸のところまでじゃないですか。で、前まで全部開けることになると、まあ、腰のとかお腹とかも風が通るので、かなり体温調整がしやすくなります。そして脱いだり着たりする時もお手軽にできますよね。で、こういうのだけだとちょっと肌寒いかな、不安だなっていう時には、こういうのの上に、まあ、ベストとか着ると非常にいいですよね。なんか冬の間は上にアウターを着るっていうのを前提で考えると、前開きのものの上に前開きのアウターを着るのってジップオンジップになるのがなんとなくちょっと僕は嫌だなっていうところがあったので、このタイプのシンチラスナップティーが大好きだったんですけれども、上に、まあ、着ないっていうところでいくと、この前開きタイプのものっていうのがまさに春とかに着るにはすごいいいと思うんですね。まあ、そしてね、もう暑い時は脱ぐかもしれない、
もしくは途中まで開けてしまうかもしれないっていうところで、中に着ているものも見られるタイミングっていうものが増えてくると思いますので、脱いでも大丈夫なようにロンティーを着ていたりとかの方がいいですね。まあちらっと見えた時のことをね考えると、まあそれ1枚ではちょっと着るのは恥ずかしいかなっていうような鮮やかなワンポイントになるような T シャツっていうのをちょっと取り入れてもいいかもしれないですね。まあ基本的にはこんな感じで攻めようかなって思うんですけれども、なんか僕1ヶ月の中だったりとかシーズンの中で、あ、これめちゃめちゃ着たらテンション上がるなっていうアイテムって、こう毎年一緒じゃないんですけど、今年のブームっていうものがあるんですね。でまさに今年のこの春の季節のブームになるのの1枚がこのポリエステルっていうものが非常にいいなと思っていて、今履いているデニムがリゾルトの710っていうものをちょうど1年ぐらい前から履き始めたんですね。でリゾルトの710はサイズをあまりこう大きめにするっていうよりもジャストで割とタイトめに履くっていうのがかっこいいって言われているので、僕もそれに習ってサイジングをしたんだけれども、そうすると中にねタイツ履くことができなくなっちゃったんですよ。なのでこの冬全く履けていないので、やっと暖かくなってリゾルト710解禁ってなりました。なのでこれを履くのがすごい楽しみなんですね。それに一番合わせるといいのっていうと、このウリエステルのレビューの時にも言ったんですけれども、このオートミールカラー、そしてこの袖とか裾とかにこの紺の差し色が入っているっていうところになるので、この組み合わせでね春を過ごすのがもう本当に楽しみでございます。なんか毎回そういうアイテムってあったら毎日が幸せになりますよね。そういうのあったりしますか？よかったらコメント欄で教えてください。最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。チャンネル登録まだの方はぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。冬の間のオートミールのエースはシンチラスナップティでした。春のオートミールの、代表選手はウーリエステルさんにバトンタッチされました。だからこのオートミールっていうののカラーはね非常にいいですね。こうやっぱラインナップでみんな色濃いじゃないですか。濃い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 ってあるから、やっぱこう薄いものが入るとね、なんか気分も明るくなるし、なんか気分転換になるしいいですよね。ということでオートミールのウェア結構おすすめです。はい。